皆さんこんにちは。横地志保の競馬予想チャンネル「お馬さんと一緒」始まります。はい、元 OSU 初代リーダーの横地志保です。今日もしっかりと予想していきたいと思いますのでよろしくお願いします。先週のナルオ記念は軸馬推奨したボッケリーニさんが2着で馬連と3連複が的中。 G1 安田記念は軸馬推奨のロマンチックウォリアーさんとナミュールさんが1着2着で馬連を的中しました。今週は函館スプリントステークスとエプソムカップの推奨軸馬を1頭ずつ紹介します。函館スプリントステークスの推奨軸馬は想定1番人気の朝倉キングさんです。函館競馬場は開幕週ということもあり、極端な打ち前有利になると思います。逃げ馬の朝倉キングさんには、展開的にも有利に働くと思います。阪急杯では後に、KO 杯スプリングカップを勝つウィン・マーベルさんと僅差のレースをしており、今回のメンバーでは能力上位だと思います。中枠くらいを引ければ、圧勝まであってもおかしくないと思っています。陣営もここを勝ってスプリンターズステークスを目指すと言っているくらい気合が入っているので、一番人気ですが軸馬に推奨したいと思います。単勝が3倍以上つくなら単勝で狙ってもいいと思います。続いてエプソムカップの推奨軸馬は想定4番人気アルナシームさんです。今年のエプソムカップは4歳世代が人気になりそうですが、4歳世代のレベルが低いのが過去のレースを見てもはっきりしているので買いにくいなぁと思いました。軸馬にするなら5歳馬でオープンや重賞でも実績のある馬にした方がいいと思いました。セルバーグさんやルージュ・リナージュさんと迷いましたが、どちらも単勝では面白いなと思いますが、軸馬にするには安定感がないと思ってしまいました。アルナシームさんは前走、横山パパとのコンビで2着に来ており、安定して今回も力を発揮してくれそうなので、軸馬にはぴったりだと思います。東京 1800m の舞台も合っていそうですし、先週の安田記念を見ても、差しも決まりやすくなっているので、アルナシームさんを軸馬に推奨したいと思います。枠順発表前の推奨で、当日の馬場状態やパドック状況で、実際の買い目や軸馬が変わる可能性もあります。最終的な買い目は概要欄の X で発表しますので、そちらの方をチェックしてください。この動画が少しでもいいなって思ってくれた方は、ぜひグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録やコメントもとっても励みになっております。よろしくお願いします。今週も皆さんにとって素敵な競馬日和になりますように。それではまたね。